皆さんこんにちは。カラフルスタイル白井和樹です。大変長らくお待たせいたしました。このルベロガニオンさんからお借りした S1 ネオ FP02 これのインプレッションを今日はやっていきたいと思います。もう1台白赤の L サイズがあるので、そちらを金子くんにお願いして2台体制で乗っていきたいと思います。それではインプレッションレッツゴー。お疲れ様です。どうだった？いや、乗りやすくて癖もないし、すごいいい感じです。なかなか軽快なハンドリングとね、いい加速性能あるよね。なんかすごいキレもいいし、いいと思います。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、とりあえずインプレッション終わったんですけど、一つこの自転車の疑問があって、この専用ステム、現在これは 130mm という一番長いタイプがついてるんですけど、こちらのタイプ 95mm、 多少角度が違うんですけど75から 130mm まで4種類のラインナップがあって、この専用ステムとなってます。この専用ステム以外を使ってみたらどうなるかなと思って、ちょっと今から交換してみたいと思います。交換作業終わりました。普通にアヘッドなので難なくつきますね。ただ専用じゃないので、こういう見える専用のシールドベアリングが見えちゃう部分はあるんですけど、普通のノーマルのステムもつきました。ちょっと乗ってみます。インプレッションただいま終わりました。このステムを変えた感想なんですけど、やはりこの重量感のある純正のステム、確かに空気抵抗的なものを考えたら間違いなくこちらのステムです。しかしメリットとしてはかなりこの軽さが出てきます。軽さと角度のバリエーション、長さのバリエーション、かなりの豊富な選択肢が出てくるので、こちらもありかなしかって言ったらありだと思います。乗った感想もハンドリングがすごく良くなってクイックになります。逆にダッシュした時にこちらからすぐ乗り換えたので、ちょっとふわふわ感が出て一瞬あっと思ったんですけど、やはり軽さの加速性能は抜群にいい感じだったです。こちらも空気抵抗を考えたら間違いなくありです。でも、もうどちらでもいいですね。本当にこれに関してはセッティングがどう出るか、どう出したいか、どう乗りたいか、そこを皆様、お乗りになる方々でチョイスしてください。この2台の S1 ネオ乗ってきましたけど、もう本当に癖がなく、初心者から、もうカーボン初心者から上級、上級タイム的に言うと 1000m でいうとシングル出すぐらいの人まで全く問題なく乗れる自転車です。この自転車でもう1分5秒で走れます。取り扱いもよく、加速性能もよく、ハンドリングもよく、追走もよく、もう何の癖もなく普通に乗れる、比較的柔らかめのカーボンを使っているので誰でも乗れる S1 のようですね。 SP02、 SP03 になると多少はカーボンの素材が変わってくるので、初心者の方、まだきっちり回せてない方はちょっと厳しいかなっていう感じもするんですけど、そちらも、今後進化バージョンなんで間違いなくいいと思います。長らくにわたりルベロガニオンさんからお借りした S1 ネオ乗ってきましたけど、とてもいい経験ができました。僕の経験値、金子君の経験値もかなり上がったと思います。また今後この経験を生かしてカラフルスタイル、いろんなことやっていきたいと思います。本日は最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。